濃度酸は酸数の文章題の一種、塩水酸とも言う。水溶液の濃度をもとに溶媒、溶質の質量を求める問題。二つの異なる濃度の溶液を指定された量で混ぜ合わせた時にできる溶液の濃度を求める問題。用意された溶液から指定された濃度の溶液を作るにはどんな割合で二つを混ぜればよいかを求める問題などとバリエーションは多い。 水溶液の部分はジュースや合金などに置換可能。中学入試では理科よりも算数の分野で品質する。ここでは水溶液と書いているが、その中でも特に食塩水で出題される場合が多い。この類の問題に関しては、口実するように面積図や天秤を使った解法もある。下の公式の濃度質量パーセント濃度は、 パーセントを小数で表した数字であることに注意。溶質の重さイコール水溶液の重さ濃度容器 A、B、C、D、E がある。A には6%の食塩水2 0 0ムが入っている。B には濃度がわからない食塩水が4 0 0ム入っている。C には10%の食塩水が入っているが何グラムかはわからない。D には B と同じ濃度の食塩水が 200g、E には C と同じ濃度の食塩水が 300g 入っている。そこで次の操作を行った。A、B、C に関する操作、D、E に関する操作問、B の食塩水の濃度と C に入っていた食塩水の質量を求めよ。A にははじめに6イコール12の食塩が入っていて、 半分を B に移すので食塩は6ムになる。C が B から何グラムかの食塩を受け取るので、48から6イコール42となる。E は、はじめ10%、3 0 0ムなので、13イコール30の食塩が入っていた。D は、はじめ2 0 0ムで、そのうち、食塩は48から30イコール18、すなわち9%で、ある。よって、 B のはじめの濃度は9%である。B には、はじめ94イコール36の食塩が入っていた。A から 6g もらうので、36プラス6イコール42となる。B は42500100イコール8.4になる。最初、C には、食塩は42から8.4イコール33.6入っていた。 食塩水は33.60イコール336は入っていた。答えは、B の初めの濃度は9%、後の濃度は8.4%、C の初めの食塩水は 336g である。4%の食塩水 A180g と10%の食塩水 B を混ぜ合わせると6%になった。B の食塩水の重さを求めよ。 天秤の計算と同じように考える。AC と CB の長さの比は、イコール1、2。天秤が釣り合っているとき、重りの重さの比は支点までの距離の比の逆比になるので、A、B イコール2、1となる。比の人が 180g に当たるので1は182、イコール90。ありがとうございます。